第2代、バース公爵、第2代、バース公爵とマスシンは、イギリスの貴族、トーリー島の政治家。ガーター勲章勲爵氏、ロンドン公庫協会フェロー、ロンドンリムネ協会フェロー。父親が、バース公爵に除された1789年から、自身が就職する1796年までは、ウェーマス主爵の儀礼称号で称された。 第3代ウェーマス死者クトマスシンの長男として生まれる。母エリザベスは第2代ポートランド公爵ウィリアム・ベンティンクの娘。パブリックスクールのウィンチェスター・カレッジを経て、ケンブリッジ大学セント・ジョンズ・カレッジで学び、1787年に修士号を取得。1786年から1790年まで。 ハートフォードシャー州ウェオブリー選挙区選出の1790年から就職により貴族院へ移る1796年までサマセット州バース選挙区選出の通り党所属庶民議員。1819年にサマセット党官へ任じられ、1823年にはガーター勲章を授けられた。 1837年3月27日に、ロンドンのロアグローブナーストリートで死去し、ウィルトシャー州のロングリートに葬られた。借位は、次男のウェーマス子者ヘンリーシンが相続した。妻は、第四代トリントン子者ジョージ・ウィングの三女、イザベラ・エリザベスで、1794年4月14日に、結婚。彼女との間に、以下の子供を設けた。 ありがとうございます。